今日は YouTube でこういう動画を残りたかったので、今撮影してます。今は、21日かな。はい。10月21日木曜日です。でも、僕は今ちょうど2年、違う、ちょうど今4年かかって日本語勉強してるから。で、どうして僕は日本語勉強してきたってきっかけはみんなに紹介したかったので、今、こういう動画を、撮影してるかな。で、僕は日本とか日本語めっちゃ大好きで、今も勉強してるんだけど、いや、もちろんですね。たまに、いや、これが分かってないこととか、いや、何回も勉強してたのに、いや、もうやめたいっていうか、もう諦めたいなということが結構、いや、ありますので、いや、それが当たり前じゃないですか。ね。でもね、正直に言うと、僕のインスパレーションの源は、結構ドラマかな。マジで。いや、マジでで、どういうことで言わないかな。で、本当に。とか、いや、これでの方がいいかな。そう。で、僕の今のインスピレーションの源はドラマと思いますね。で、どうしてかというと、ドラマがいつも見るときは、僕は結構、いや、僕も演技したいなということになっちゃうし、演技しか何もしたくないというわけじゃないんだけど、でもね、で、僕も日本人みたいな日本語で話したいという夢が持ってますので、そういう叶うために、いや、何があってもね、何があってもやっぱり諦めない方がいいなって思います。で、それが叶えないと気も済まないように、毎日頑張ってみるといいじゃないですか。こういう練習が多分僕の中で一番いいかなと思いますね。っていうわけで、こういう動画今撮影してます。で、どうして僕は日本語を勉強してきたっていうきっかけをみんなに教えてみると、言ってみると、で、日本語を勉強した前はアニメとかドラマとか何も分かってないうちに、ただ、いや、じゃあ推測じゃない、ね、なんていうか、ただ、どんな言語を勉強してもいいんだけど、ただ、日本語の塾は僕の家からすごく近かったので、いや、多分日本語で勉強した方がいいなと、あ、いや、多分いいなと思いましたね。で、マジで。で、その時は、いや、日本語とか中国語とか韓国語とかの中で、一個の言語を勉強したかったので、で、その時は何でも、いや、挑戦してみることとか、なんて言うのか。で、その時は、いろんな挑戦したかったので、いや、日本語が、いや、すごい難しそうですね、っていうことが思われてっていうか、多分確かにそうですね。いや、僕の周りに住んでる友達が、インド人友達がいるんだけど、その友達が日本語を勉強して、あ、しようも、もう勉強してね、っていうことがちょっと、言ってみたかな。で、僕は、OK、勉強してみるねっていうことにな、な、ことにした？になったじゃなくて、したかな？そう、ことにしたので、日本語を勉強始めて、結構、最初のレッスンは、すごかった。めっちゃすごかった。僕は自分の、友達、そうかな。学校の友達と一緒に、ただ普通な、なんて言えばいいのか。ただ、無料でそういうレッスンが受けることができますから、そこに行ってたんだけど、結構日本語も、いや、面白かったので、すごくじゃなくて、でもちょっと気になってきたから、いや、日本語勉強しようねっていう、ことになったからね。で、1ヶ月と2週間、いや違う、1ヶ月と2ヶ月ぐらい日本語を勉強したときは、そういう自分の更新が結構あったので、それが殺さないように、毎日そういう言語が生き続きたいっていうか、いや、すごくネイティブみたいな感じで話したいなと思いました。
でもその時は僕の周りに日本語で話せる日本もちろん日本人とか日本語を勉強してるすごく熱心で真摯に日本語を勉強してるインド人もいなかったので、そんなに真面目日本語を勉強してなかったかな。ね、多分ね。だからそういうわけな、そういう理由で最初の2年はあんまり上手じゃなかった。2年はで N5 を、合格してなかったけど、いやまあただ勉強しただけで、 N5 を勉強して N4 も勉強して、で N3、直接受けてそれも合格したんだけど、で合格してたのに自己紹介しか何も言わなかったというか、まあ知識がなかったので、まあ知識があっても、まあ実際に使わなかったから、ちょっと、いや、後悔しちゃったねっていう、その時は、そういう感じだったね。で、日本語を勉強したいだは、漢字がめちゃくちゃ大好きで、漢字が大好きだったので、一番日本語の中で一番好きなのは漢字かな。で本当に言うと、でそれしか日本語の発音、日本語の発音も結構好きで、あとまあイントネーションがやばくて、いやイントネーションが僕だったらできないんだけど、でもいや多分それだけかな。ででも日本語を勉強したらいい仕事もできるしとか、日本も行けるようになるっていうことが考えなかったけど、ただこういう言語で話したいなと思った。あと、あそうだ、大事な理由がもう忘れちゃったんだけど、はい。で僕は大家族と一緒に住んでいますので、で、まあ、個人的なスペースがあるのかちょっと分かんないんだけど、で多分そういう字幕が作ったない方がいいかなそうねで、僕は大家族と一緒に住んでますので、個人的なスペースがなかなかなくて、なんか友達とか、それともなんか日記とか書いたりとか、誰かと友達と話せるときは話すときは、まあヒンディー語とか英語で話すとやっぱりまあなんかいやあんまり好きじゃないかなっていうことを思った。でだからそれが多分な一個の理由だったかな。まあ確かに。ですごくまあ2年がかかって、2年後でちゃんとまた日本語を頑張って勉強して、その時は多分N5 からまた勉強してたんだけど、すごく遅くなった。で最近は結構日本語を勉強してる外国人で、インド人だけじゃなくて外国人と話したことがあって、で相手が2年だけでめちゃくちゃいい日本語で話せるようになってきたっていう立場が見るときは、いややばいね、なんか、まあ、羨ましくはないけど、いやでもなんで僕はいやそうじゃないなっていう気持ちになりますよね。まあ、まあ、多分僕だったらなりますね。でそうになってきて、なんかもう一つ理由があって、アニメが好きじゃないわけじゃないけど、ただ見たことがなくて、なんかちょっとそんなに実際的っていうかまあまあだったかな。でまあね、ただ、まあ、個人的な感想に過ぎないけど、でもすごくドラマでハマって、ドラマにハマって、で2かな、そうドラマにハマって、いやいろんな女優さんとか俳優さんのファンになって、いつか日本に行ったらそういう人たちと会いたいなっていうふうに思ってます。でその中でなんて言うんだろう、まあそういう理由だった。で日本語を勉強した時は謙譲語、違います、いや敬語、そう敬語がめっちゃ難しい気がしたから、それってあまり練習したことがなかったので、
いや、どうしようかなっていうことになっちゃった。ハロトークでも、結構話したことがあるんだけど、でもいつもタメ口しか話さなかったので、で、その時は、まあ、自分となんか年上人と話してて、で、その人とも僕は結構タメ口で話してたね。で、その時は、すごく自分と年上だったらタメ口で話すとあんまり印象が良くなくて、多分怒られたかな。その人は、いや、自分の日本語が上手なのにタメ口で話すと結構印象が良くないよ。まあ外国人だよっていうことがまあわかるけど、でもそんなに日本語で頑張ってたんだけど、まあ、もう一つなんかそういう敬語でも頑張ってみるといいんじゃないのかなっていうことがちょっと言ってたよね。で、何回も怒られたので、まあ知らない人と結構いいレッスンがあって 学んだことがあったから、で、その3年かな。人数はわかんないけど、全然。多分3年かな。で、3年とこういう話になって、あとは、まあ、その時から僕も敬語で話してみました。話してみましたっていうよりかは、練習してみましたっていうことだったので、で、今もそういうことになんか満足せずに、もうちょっと自分の日本語力を磨きたくて、そういう理由がいつも頭の中で置いてるので、毎日まあ頑張ってみてる。で、他の言語ももちろん勉強したいんだけど、まだもうちょっと日本語で頑張ってみて、1級とかが目指したいね。まあ、目指したいっていうか、目指してるけど、そんな日本で勉強してないから、やだね。なんでむずいよ。めちゃくちゃ難しいよ。多分まあ、インド人がとか、日本語を勉強してる外国人がわかるけど、日本人がわからないと思います。いや、ただ、先生だったら OK なんだけど、先生だったら OK なんだけど、まあ、ただ、あんまり日本語能力試験のことが分かってない日本人だったら、多分それがあんまり詳しくないですね、そういう人たちが。でも、ちょっと見せますね。まあ、一個だけ前に動画投稿したことがあって、そこね、一級の内容っていうか、ちょっと見せたから、それが、なんかさ、それがぜひチェックしてみてね。もし時間があったら。で、マジか。殺した。で、もう一つ。で、それがすると、で、自分の活力、違う。活力になって、それも多分いい練習になるかな。勉強になると思いますね。こういう理由で、今も勉強してみてるね。多分それだけかな。もちろん将来にも翻訳者、通訳者とか、まあ、仕事をしたくて日本語、いや、仕事で日本語をしたい、いや、仕事で日本語を使いたいので、今すごく会話で目指していますね。っていう感じかな。まあね。みんなもどんな言語を勉強してますか？日本語とか、英語とか、ヒンディ語とか、どんな言語をちょっと知りたくて、コメントでぜひ教えてください。いや、もうそろそろ遅くて、こういう動画はここに、こういう動画はここで終わりにします。じゃあ、また、会いましょうね。ありがとうございます。最後まで見てくれて。じゃあ、また話しましょう。じゃあね、バイバイ。